スベン・ビンクビストスベングスタッフ・ビンクビストは、スウェーデンの技術者、発明家、実業家、ボールベアリングやローラーベアリングの世界的な先進企業である SKF 社の設立者の一人で、1907年に、複列自立調整ラジアルボールベアリングを開発した。ビンクビストの、ベアリング・オスカル・スピッツ・ミュラーが、スベン・ビンクビストの肖像1876年12月10日に、 スウェーデン、オレブロの春滑りで駅の、1894年、オレブロのオレブロ技術初等学校を卒業。1899年、ヨーテボリのガムレスターデン織物工業に操作技師として雇用され、機械の主ドライブシャフトのボールベアリングに、しばしば発生する故障の問題点を解明した。これは、粘土質の地質に起因するもので、工場がこの上に立地し、 ドライブシャフトのベアリングサポートが測定するのに困難なほどごくわずかずつ徐々に数ミリ移動して当時使用していた硬いベアリングに余分な大きな力を加えていたことが原因であった。ビンクビストは外してあらゆる種類の技術資料とヨーロッパ中で続々と発表されるボールベアリングに関する新しい発想を収集することでベアリング開発に多くの時間を費やした。 特に1902年に発表されたドイツ、ドレスデンの工科大学で、ボールベアリングとプレーンベアリングを科学的検知から比較研究していたリヒャルト・ストリベック博士により、発表された論文を注意深く研究した。ビンクビストはすぐにボールベアリング技術には将来性があり、革新の余地があることに気づいた。ビンクビストは、ガムレス、1906年にビンクビストは、 単列自立調整ボールベアリングの特許を取得したが、この単列式のベアリングは、強大な軸荷重に耐えられないという欠点を持っていた。ビンクビストの研究は、ある程度の軸荷重に耐えられる、自立調整ボールベアリングの解決策を見つけるまで、続けられた。1907年、ビンクビストとガムレスターで森物工業の所有者が、発起人となり2月16日に、 SKF 社が設立されたが、当初はガムレスターデン織物工業の子会社であった。ビンクビストは技術部長と同時に取締役に任命され、ガムレスターデン織物工業の所有者の息子の一人であるアクセルカールランデルが SKF 社の最高経営責任者となった。5月21日に SKF 社はスウェーデン特許庁に 複列自立調整ラジアルボールベアリングの特許を出願した。特許は6月6日に特許第25406号発明者 SG ビンクビストとして認められ、複列のものと同時に3列ボールベアリングの特許が認められた。これと同じ時期に SKAF 社はフランス、ドイツ、英国、アメリカ合衆国を含む10カ国に特許申請を行い、 まもなくすべての国で認められた。このことにより世界へ進出していく道が開けた。ようてぼりに新しい工場が竣工すると SKF 社は世界中の多くの国々に販売会社と製造工場を立ち上げた。SKF 社の最初の海外工場は1911年の英国ルートンに建設されたものであった。1919年に クリスティナ・ハルトと結婚。1919年から1932年にかけ、SKF 社外部コンサルタントにし、非常勤 CEO を務める。1933年から1938年に、かけ、ボフォース社取締役。1938年から1953年,年,19年に、かけ、SKF 社 CEO。百三十八年から百四十六年に、 かけ、同社 CEO。1941年から1953年に、かけ、スウェーデン航空エンジン社 CEO を務めた。ありがとうございます。